札幌ドームは今日から愛称が大和ハウスプレミストドームになり、いろんな変化がありました。昨日夜の地下鉄東方線福住駅、翌日に備え吊り下げ看板の張り替え作業が行われていました。長年親しまれてきた札幌ドームの看板が取り外されていきます。敷地内のウェルカムボードも新たな愛称に変更されました。プレミストドーム、覚えた覚えた、はい、プレミストドームプレミストドームプレミストドーム今日からホームページも一新です。マスコットのチャームコロンが札幌ドームの妖精から大和ハウスプレミストドームの妖精に変わっていました。他に変化はないのか、空から覗いてみると、募集時の広告には屋根にドーンと名前を入れられるわけではないとありましたが、やはり書かれてはいませんね。ファイターズが去った昨年度の収支は想定の2倍を超えるおよそ6億5000万円の赤字となりました。今回のネーミングライツの契約で年間2億5000万円とみられる収入が生まれますが、さらなる増収が必要です。よっぽどその斬新なアイデアを出して、まあ、使ってもらえるようなことをしなければ、使用料を安くして広く使えるように。来月は野鳥観察会が開かれますが、これはコンサドーレとの連携イベントで、去年レバンガと共に結んだドーム周辺の活性化を目指す連携協定の一環です。プロスポーツの、持つその様々な、まあ、ネットワークとかですね、いろんなノウハウというもの、そういうものを活用していただくということは、まさに連携協定の、目指していた目的の一つだと思いますので、新しい愛称でですね、新しい取り組みを進めていけるという、そういう部分についても非常にありがたい。今日が新たなスタートですが、2001年から親しんだ札幌ドームの名前はすぐには頭から離れないようで、札幌ドーム、プレミストドームのインタビューさせていただく中でも、はい、やっぱ一瞬札幌って、いやそんなことないですもうプレミストドームネーミングライツの契約は4年間、その間に収支はどこまで改善できるのでしょうか。